一条せいやの今から今から。よいしょ、一条せいやの今から行くから。今日は5月8日ゴーヤの日。私もゴーヤチャンプルをおつまみにビールをと言いたいところですが、お酒は一滴も飲めないせいやです。さて、いつものように歌の楽しいスポットを元気にご紹介したいと思います。それではさいたま市北区のカラオケキッチンゴンちゃんからのおはがきをご紹介します。番組を楽しく見ています。日曜の朝が楽しみになってきました。美人のお客様がたくさん来店してますので、ぜひお待ちしています。カラオケキッチンゴンちゃんからおはがきいただきました。ありがとうございます。今から電話をしてみましょう。こんにち こんにちは。一応せいですけど、はい、おはがきありがとうございます、はい、もう近くに来ているんですが、お伺いしてもよろしいですか。はい、お待ちしております。それでは合言葉をよろしくお願いいたします。はい、一応せいやの今から行くから。これで聞こえてんの。一条せいやサマーディナーショー、生バンドに乗ってパワフルなステージをお届けします。8月7日日曜日、 JR 浦和駅前浦和コルソ、詳しくはホームページにて。一条せいやサマーディナーショー、生バンドに乗ってパワフルなステージをお届けします。8月7日日曜日、 JR 浦和駅前浦和コルソ、詳しくはホームページにて。どうも皆様こんにちは。今日はそのショールというんですか、ストールっていうんですか、金の金粉のですね、ストールがとても素敵でございますけど、一条せいやはご存知ですか。この前あ、本当どこで見かけるその辺で、あの八百屋とかどっかその辺でしょうか。ゴーヤ買ってたんで、お帽子が綺麗なですね、お嬢様みたいでございますが、一条せいやご存知でしたか。はい、知っております。あ、そうですか、ありがとうございます。本当にですね、もしやこの辺で有名な先生ではございませんか。レッスンをですねされてる先生でございますけど、お名前のよろしくお願いいたします。三宅と言いましてですね、はい、皆さんの歌をね、楽しみながら教えさせていただいてます。三宅先生でございます。ゴンちゃんにはお邪魔してます。ゴンさんにですねよく来て、お帽子はそれはあのトレードマークです。これトレードマーク。あ、そうですか。はい、そんなわけでございまして、一条せいやご存知でしたか。はい、さあ、一条せいやに何かリクエストがございましたらよろしくお願いいたします。はい、リクエストの方は何でしょうか。一条せいやといえば聞き分け上手でしょう。お願いします。ありがとうございます。じゃあ歌わせていただきたいと思います。男はいつもないものねだり、女はいつも寂しがり。何よりも大事になるから、せーの、別れすげー出ないで。オーナーの今井里さんです。いつもお世話になってます。5月1日から盆栽町の町おこしで盆栽だを発売しているようでございますが、お話を聞かせてくださいだ。了解です。5月1日からですね、この盆栽町ということで、町おこし商店街一体となりまして、商工会も一体となりましてですね、盆栽だ、要はサイダーなんですけども、甘みもすごい軽くなってまして、例えばうちのお店でしたら、ウイスキーと割っていただいて飲んでいただいて、でこのままもちろん飲んでジュースとして飲んでいただいても美味しいんで、ぜひともこれマカッチおこしで頑張ってますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、当店自慢のトップ3ということでございまして、第3位を開けさせていただきたいと思います。じゃん、お弁当の配達をします。一応目標としているのがとにかく安くて美味しいお弁当ということで、はい、ワンコインということで500円のお弁当を、500円以内で必ず抑えるということを目指しておりまして、それで野球とか運動会とかサッカーとかそういうイベントごとにですね、前日までにお電話くだされば、埼玉市以内でしたら配達させていただきます。さあ第2位をよろしくお願いします。いきます。じゃん、ランキングバトル加盟店。はい、最近テレビでよくね、はい、芸能人の方も挑戦しているようですが、はい、ランキングバトルというのはダムのですね、今月その曲を歌った方で全国で何位という順位が出る得点システムになっておりまして、それで下3桁まで出るのが特徴でございます。高得点狙うもよし、でまたゾロ目を狙うのもよし、5つ揃えばなんとチケット2冊差し上げております。昨日出ちゃいました、88888が。第1位をよろしくお願いいたします。じゃん、オーナーカラオケ一番優勝。素晴らしいですね。その時の優勝曲は何を歌いましたでしょうか。はい、池田進とグリーンアイズの置き手紙という。愛の未練に負けそうだから、メモにまとめた置き手紙。はい、素晴らしい歌をありがとうございました。やっぱり優勝にふさわしい歌、いいお声しております。いやいや当店の特徴としましては、お昼、ランチ定食がつきまして、でカラオケチケット5曲ドリンクつきまして、1000円ポッキリでやらせていただいております。テレビを見てきていただきましたお客様に、新規のお客様に先着5名様、こちらのカラオケチケット11枚つづりをプレゼントさせていただきたいと思います。一条聖夜サマーディナーショー、生バンドに乗ってパワフルなステージをお届けします。8月7日日曜日、 JR 浦和駅前浦和コルソ、詳しくはホームページにて。一条聖夜サマーディナーショー、生バンドに乗ってパワフルなステージをお届けします。8月7日日曜日、 JR 浦和駅前浦和コルソ、詳しくはホームページにて。一条聖夜のチャレンジするから。おい聖夜、君は特殊な免許を持っていると自慢しているようじゃな。だったらバックフォーを用意したから、君の技術をわしらに見せてみるのじゃ。期待しているぞ。おー、ユンボか。まあ10年ぐらい運転してないですけど頑張ります。よし、頑張るぞ。やる気満々の聖夜が重機に乗り込んだ。頑張りましょう。そしてその腕を披露しようとするが、実はもうある仕掛けが始まっている。さあ重機のパワーをお見せしましょう。すみません。実に気まずい雰囲気の中、
気を取り直して重機の操縦を始める聖夜。四角い枠内をしっかり掘れるかな。でも本当はそんなことどうでもいいんです。ん？なんか出てきたぞ。とっても怪しそう。いや、水道管じゃないですね。さっきの木だ。木、あ、木じゃない、ちょっと待ってください。金庫だ。金庫。なんかすごいじゃないですか。お金持ってたから。うちにもらっちゃって。あれ壊したからね。見つけた本人、聖夜が開けることに。さあ、金庫の中身はいかに。一条聖夜の今から行くから、いかがでしたか。また来週もこの時間にお会いいたしましょう。今度お伺いするのはあなたの町かもしれません。それではまた。番組からのプレゼント、一条聖夜サイン入りトートバッグを抽選で3名の方に。はがきに住所氏名、番組の感想を書いて、日本郵便さいたま支店支所箱177号、一条聖夜の今から行くから係まで。詳しくはホームページ聖夜.com まで。